はい、こんにちは、おっさんチャンネル、どうもゆうきちです。フリリンです。ナイチです。よろしくお願いします。さあ、大阪来ましたよ、大阪、はい、ようこそ大阪へ。こんにちは。ありました。もうおっさんチャンネルのコアのファンであれば、もう非常にこう有名なイナイチチャンネルと、とうとうコラボしてしまいました。いや、もう恐れ多くもですよ。よろしくお願いします。いや、大阪久しぶりに来ましたよ。あ、本当ですか。イナイチってこんな感じなんですね。そうなんですよ。なんか思ってるのと多分違うと思うんですけど、こうやってなんか撮るのも緊張するって言ってました。そうですね、もう普段あのカメラ自分の顔を向けることないんで、とかこれが初めての顔出しになるんで、いやね、僕ね、こういうあの YouTube でつながった縁をこう共有していきたいと思ってるんで、はい、ちょっといろいろ聞かせてください。あ、どうぞどうぞ。もともとおっさんチャンネルって何で知ったんですか。1年前のそのスーツさんの5万円のコラボ、ね、コラボからですね。あの有名な、あ、そうです、5万円コラボ、はい、なるほどね。あれで多分あれが多分ゆきさんが普通の人だったら多分登録してなかったんですけど、はい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 、なんか見ててすごいこの人は多分ただものじゃないなという感じがしたんですぐ登録しました、ね、なるほど。もう1年越しぐらいですもん ね、 そうですね。ずっとコメントしていただいて。そうですね、うん。おっさんチャンネル、ちょっと変わったチャンネルでですね、はい、コメントを定期的にしていただくと、その会いに行っちゃうっていうね謎の現象がよく起こるんでね。そうなんですか。よくやってるもんね、これね。いや、なんかね、もうなんかこう普通さ、はい、あの昔はアイドルっていうのはこう全然会いに行けなかったわけじゃないですか、はい、でそこから AKB とかの登場によって会いに行けるアイドルが生まれたでしょ。あ、そうですね。でさらに会いに来るアイドルが生まれてる。アイドルかっていうところはツッコミどころかもしれませんけど、ね、会いに行けるアイドルの次は会いに来るおっさん。なんか一気に価値が変わりますね。あのおっさんよく来んなみたいなさ、そういうのがいいと思うんですよね。で本当は大阪に住んでるんで、はいはい、あのおっさんチャンネルさんの拠点の湘南台のに、はい、まあ、お邪魔するっていうのが普通の形だと思うんですけど。来ちゃうっていうね。来ていただけるっていう、うん、いや僕ね、おっさんチャンネルの活動を結構関西地域とか、はい、日本全国にやっぱり広げていきたいんですよね。あ、はい、で、今度明石に住むんですけど、はい、それも明石を中心にいろんなところに行ってみたいなっていうのがあって、あ、今日ね、いろいろちょっと大阪を紹介していただこうかなと思うんですけど。そうですね、まあ、関西の、まあ、拠点というか中心の町なので、うん、そうですね、はい、え、あの稲市はどれぐらい住んでるんですか、大阪に。僕も生まれてからなので今20、そうです、20、27歳なので、まあ、ずっと27年大阪に住んでますね。稲市年齢もバレちゃったね。あ、別に構わないです。顔も年齢もバレてしまいました。あのできればね、同級生の YouTuber さんの人となんかね、いろいろやっていきたいなとは思ってるのが夢なんで、ね、いいじゃないですか。なんかそういう関係の動画もどんどん多分出すといいと思うんですよね。こう YouTuber をどんどん引用しちゃえばいいと思うんで、うん、いや、いいっすね。競馬ってどれぐらい好きなんですか。いや、競馬歴って聞きたくない。なるほど。多分5年ぐらいですか、ね、へえ。ね、言うと一番最初は22、大学の4年生の時に初めてやりましたね。どういうきっかけだったんですか、一番最初は。まあ下水話、お金なんですね、最初は。ギャンブルとしてやったわけで、お金欲しいなと思って、でただやっと買っても当たらないの分かってたんで、うんうん、じゃあまず勉強しようっていうところから始まってレースを見たんですけど、うん、なるほどね。そしたらレース見たらもうとりあえずもうかっこいいんですよね、馬が。でそれでもうこれはギャンブルじゃないと思って、そこからもうドハマりしましたね。金に心を売り渡すことをやめたわけだ。一瞬でやめました。でも僕ギャンブル全くしないんですよ、はい、本当に。まあ、説得力全くないと思うんですけど、パチンコとか全くしないんで、だから本当に競馬はもう完全スポーツ観戦と一緒で楽しんでますね。なんかその競馬が趣味って人は結構いると思うんですけど、なんでそれを YouTube に投稿しようと思ったんですか。やっぱり自分のやってることを何か誰かに伝えたいなっていうのが爆発しちゃったんですよ、ね。あ、爆発しちゃった。かっこいい。でも結構やってますよね。1年ぐらいやってますか。チャンネル作ったのが1年半ぐらいですか、ね、そうですよね。あ、うん、だ結構最初の
僕らがおっさんチャンネルの生放送にイナイチが来てくれた時ぐらいの段階でなんか名前がついたぐらいですもんね。そうですね、はい、で今のその僕のチャンネルの土台ができてるのがもうまさしくおっさんチャンネルさんのおかげなんですよ。こうした方がいいんじゃないみたいな。毎週来てくれてますもんね。そうです、うん、毎週火曜日本当に楽しみにさせていただいてます。僕らも楽しみにしてます。おっさんチャンネル基本あの人の話を聞くっていう機会なんで、はい、あの僕らもね視聴者的な楽しみ方をしてるんで、どういうコメント来るかなって。そう寄り合いみたいなもんなんです。いやいいですね。なんかね僕イナイチってすごくいい例になると思うんですよ、はい、なんか今までこれ今イナイチは初の顔出しらしくて、はい、貴重。多分、ね、そんなに出ないと思いますよ今後も。出す必要がないじゃんね、まあ、なんで僕は、うん、そうですね。いやで僕ね出さなくて全然いいと思うんですよ。なんかねあのおっさんチャンネルはずっとこう YouTube を研究してきて、なんか研究してる感じするでしょ。なんかね、まあ、そうですね、イナイチさんなんかはもうずっと見てくれてるから、僕が言ってることが変化していくのもなんか多分感じてらっしゃると思うんですよ、はい、最初は僕絶対顔出すべきって言ってたんですね、うん、半年くらい前とか言ってましたね。言ってたでしょ、はい、その顔出すやっぱメリットが強いんですよ。やっぱりその自分が顔を出して自分が話したっていうのを他の人がこの自分がいないところで見てくれるから、ビジネスとかでもすごくやりやすいし信頼もつくしいいなって最初はそこに集中してたんですよ。でもなんかどんどんこう進めるにあたって、あ顔出さない戦略もありだなみたいなのがすごい感じられて、いないちはねそこがバッチリできてると。本当ですか、ありがとうございます。もうだって100人も突破して。そうですね、ありがたいことに。いいことですよ、はい、でも結構再生数ありますもんね。そうですね、一応僕のチャンネルのコンセプト、うん、コンセプトですか、ノルマは一応出した投稿がとりあえず100を目指すようにはしてるので、100を超えるとあまあノルマ突破、うん、で超えなかったら何がダメだったのかなとは一応見るようにはしてますね、うんうん、おっさんチャンネルも最近もうアベレージでは100を超えてきてますからね。すぐですよね。いやでもね本当にこうどういう感じで変化するかっていうのは分かんないんで、やっぱりやっていくとぐっと伸びるという瞬間とかね、一個ドーンって当たるとそこから大量に流入してきたりとかがある世界だと思うんで、そうですね、楽しく続けられるってのが一番いいですよね。続けるのがね、うん、一番重要ですよね。うん、NH チャンネルは味があっていいと思う。ありがとうございます、うん、今結構迷ってるんでね、うん、1年間ずっとその僕競馬のファンファーレだけを取り上げて出してるんですけど、はい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 、すごいマニアックなんですよ、うんうんうん、例えば鉄道で言えば、うん、発車メロディーだけ出してる人とか、ね、発車ベルとかね、うん、そんな感じのやつなんですよ、うんうん、で一応あそこも結構競馬ファンファーレって検索していただくと結構ファンファーレ の動画がいっぱい出てくるんで、うん、そうすると普通に1万再生とか、はいはいはい、何十万再生とかしてるとこもあるんで、市場としてはありやと思ったんで、うん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 、そのファンファーレだけを取り上げてやろうと思ったんですけど、うん、まあ、それやって YouTuber がいなかったって思ったんですけど、うんうん、もうめっちゃパクったらいいですね、そのすごい100万再生とかされてるやつのもうタイトルとか撮り方とか。サムネとかね、サムネ意外に重要ですからね。そうですね、うん、動画でもおっしゃってましたね。そうそう、最近 YouTuber 向けの動画をよく出してるからね。あれ本当にありがたいです。いやあれね、なんかね、こうなんかそういう仕事したいのみたいな人も結構いるんですけど、うん、なんかそういうそのクライアントを見つけたいっていうよりもスーツさんと僕の共通の話題があれしかないんですよ。あ、そうなんですか。そう、もうどうしたら YouTube で儲かるかみたいなことばっかりずーっとモスバーガーでその話してる。そう、シードハウスのすぐ横にモスバーガーがあるんでね、坂倉のところにね、坂倉のところにあるんで、今度来てください。あ、もう行きます。今年の目標は今年中に湘南台にお邪魔するっていうのが。おさんチャンネルで顔出しするはもう達成したからね。そうですね、この動画で2020年の目標がもう、うん、前から言ってましたもんね、うん、12日で目標達成するという、まあ、リゾリューションがいいっすね、はい、いやだからこう YouTube のねこう輪をやっぱり広げていきたいんですよ、うん、こういろんな人がもう投稿できて、別に顔出ししなくても声を出さなくてもいろんな形で動画って作れるん でその中でこうおっさんチャンネルとかも取り上げてもらったり、おっさんチャンネルもいないし取り上げたりとかして、こうネットワークができてくるといいですよね、うん、なのでね、このおっさんチャンネルこういう感じであちこちもう出張して
むしろ来るっていう。あのチャンネル引っ越してくるぞっていうチャンネルにしたい。来てくださいって言えば来てくれる。行くよーっつって。で東北のね山形とかにもね行こうって話ができてて、そうそうそう、結構連絡くれる方がご連絡いただいていただきまして、事務所使っていいですよとね、すごい、使いますWi-Fi の速度はっつって遠慮なく使いますすごい。だからね、おっさんチャンネル日本中ゴンゴン行きますんで、うん、はい、なのでね、稲市もこんな感じでしたっていうことで、そうです、うん、皆さんもね、ぜひ稲市チャンネル登録してみてください。はい、よろしければお願いします。はい、なんか言い残したことありますか。そうです、まあ特にないですね。さようなら。さようなら。